アルティマは日産自動車が北米を中心に販売している乗用車である。スタンザの後継車種として1993年に登場。U13 型ブルーバード SSS の北米版でエンジンは直列4機と DOHC か24レガが搭載されていた。なお、1993年モデルの正式名称はスタンザアルティマであった。 当時のオンディによってデザインされた尻下がりなフォルムが特徴であり、当初のリアデザインはレパード J フェリーと通ずる北米向けを狙ったより丸くより尻下がりなものであったが日本など北米以外での販売にマイナスになるとの判断から修正されこのスタイルに落ち着いた。トランスミッションは4足オートマチックトランスミッションと5足マニュアルトランスミッションが用意された。 1993年モデルには、運転席、サイドエアバッグのみを装備し、ローズウッドのダッシュボードが採用されていたが、翌1994年モデルからは、ダッシュボードが、バールウッドに変更され、新たに、パッセンジャーエアバッグが装備された。1995年には、フロントグリルが変更され、テールライトのデザインも変更されたほか、装備の向上が図られた。 1996年、新型のホイールカバーを採用。1997年、リモートコントロールエントリーシステムや合金ホイールを装備したリミテッドエディションを発売。1997年、L30 型発売。このモデルから北米専用車種となった。一定の成功を収めた仙台のキープコンセプトで、尻下がりなフォルムも仙台を踏襲している。 しかしながら、この時期に、トヨタカムリや、ホンダアコードなどのライバルたちは、ボディサイズを拡大し、V6 エンジンをラインアップに加え、商品力の向上を図ったのに対し、全長と全幅こそ、仙台から拡大されているものの、全高とホイールベースは、仙台と同一、搭載するエンジンも仙台に引き続いて、直列4気筒の下24でのみであり、販売面で苦戦を強いられた。 また、トランスミッションについても、初代同様4足オートマチックと5足マニュアルが採用された。デザインは、初代モデル同様、日産デザインインターナショナルによってデザインされた。1999年モデルからは、カセット、CD ステレオが改良され、一部グレードには、合金ホイールが、標準装備となった。2000年、マイナーチェンジ。フロントグリルやヘッドライト、 テールライトの変更のほか、エンジン出力の向上や、トランスミッション、ステアリングの改良が行われた。また、新たに、リアシートにカップホルダーを装備するなど、内装も変更された。また、全長も 4661mm に増加した。2001年、初代モデルにも設定された、リミテッドエディションを発売。フロアマットやアラーム付き、 リモートコントロールエントリーシステムなどが装備された。生産拠点は北米日産会社スマーナ工場。2001年4月第101回ニューヨーク国際オートショーに出品。プラットフォームは FFL プラットフォームが採用され、またこのプラットフォームを初めて採用した車種でもある。またサイズは仙台を大きく上回り、全長、全高。 全幅ともに1クラス上のマキシマを上回った。2001年8月、L31 型発売開始。搭載するエンジンは、V 型6気筒 DOHC VQ35、D 型及び、直列4気筒 DOHC QR25、D 型の2機種。2002年1月、2002年北米カーオブザイヤーを受賞。同賞が1994年に設定されて以来、 日本メーカーの乗用車としては初。2004年2月、スポーツバージョン、アルティマ SER を発表。なお、SER はそれまでセントラおよび 200SX に付けられていたネームであった。SER には、18インチホイール、スポーツチューンショック、リアスポイラー、ブラックレザーシート、3万メーターインストゥルメントパネルなどが標準装備された。2004年6月、 アルティマハイブリッド試作車を米国で披露。ハイブリッドシステム用コンポーネントは、トヨタ自動車より供給を受け、日産の直列4気筒エンジンと組み合わせられている。2005年、マイナーチェンジ。フロントグリル及びヘッドライトの形状を変更。また、新型の DVD ナビゲーションシステムを装備した。また、全長が2 0ト、mm、ル増加した。2006年4月。 第106回ニューヨーク国際オートショーにて発表。D プラットフォームを採用した最初の車種。搭載するエンジンは直列4気筒 DOHC2.5 リットルの QR25 でと V 型6気筒 DOHC3.5 リットルの VQ35 での2機種で、これにエクストロニック CVT と6速、マニュアルトランスミッションが組み合わされる。また新たにプッシュエンジンスターターや Bluetooth 対応のハンズフリーフォンなども装備された。二千六年十月四日、カリフォルニア州アナハイムのオレンジカウンティーオートショーでアルティマハイブリッドを発表。トヨタ自動車のハイブリッドシナジードライブのライセンスによるシステムを採用。可変バルブ機構を持った q r 二十五でエンジンに四十キロワット、二百七十七メートルを発生するモーター、ジェネレーターが組み合わされ、 ECVT で全輪駆動となる。AT プセブとして分類され、カリフォルニアエミッション規制に適合し、同規制を導入している。カリフォルニア、ニューヨーク、ニュージャージー、コネティカット、マサチューセッツ、ロードアイランド、バーモント、メインの8州で販売される。2006年11月、2007年モデルとして販売開始。2006年11月29日、 ロサンゼルスオートショーにてアルティマクーペ発表。なお、クーペは形式が U32 型となった。2006年10月、アルティマハイブリッド発売。価格はトヨタカムリハイブリッドよりも低めに設定された。生産はスマーナ工場。2007年5月25日、2008年モデルとしてアルティマクーペを発売。エンジンは セガンと同一のものが採用された。また、2008年モデルからは、プッシュエンジンスターターツキーインテリジェントキーシステムや、ロックスピーカーサウンドシステムなどが、全車標準装備となった。2009年2月、韓国での販売を開始。クーペやハイブリッドは投入されない。2009年10月5日、2010年モデルを発売。フロントグリルバンパー。 およびボンネットの形状などが変更された。2013年、クーペ廃止。3代目で設定された SER の設定はない。セダンが2012年4月のニューヨーク、国際オートショーで世界初公開され、6月より、米国で発売を開始。続いて8月にはカナダで、11月には韓国でも、発売を開始した。また、アフリカにおいてもこのままのエクステリアで、 販売されているが、社名はティアナウナノル。2013年11月からオーストラリアでも、マキシマの後継者として、アルティマの社名で販売開始。製造は対向上性。370Z やマキシマの流れを組む躍動感の、あるエクステリアデザインとなった。今回はプラットフォームを先代より引き継ぎつつ、米国のミッドサイズセダンで最もスタイリッシュ、低燃費、 高性能、先進的であることを目標に開発された。また、この台より日本を含めた多くの市場で販売される、ティアナと内外装のほとんどを共有することになった。先代に、設定のあったハイブリッドやクーペは、ラインナップされず、ガソリンエンジンセダンボディのみとなる。エンジンは引き続き2.5リットル、時期4の QR25 でと3.5リットル V6 の、 VQ35 での2タイプが設定され、いずれにもエクストロニック CVT が組み合わされる。装備面では、ドライバーの視覚にある車や障害物の存在を警告する、ブラインドスポットワーニング、車線逸脱防止装置、移動物検知機能などを持つ、先進安全装備、セーフティシールドを採用。2012年8月、北米で発表、発売開始。 2012年11月8日、韓国で発表、発売開始。従来同様に、北米製産分が輸入される。2013年3月18日、中国で、日産の合弁企業である、東風技車有限講師より、発売開始。なお、中国では、ティアナとして、L4 エンジンのみの設定である。2013年11月、オーストラリアで、発売開始。 エンジンは QR25 でと VQ35 でで全4グレード展開。2014年1月、日本においてアルティマと車体を共有する3代目ティアナを発表2月に販売開始。2017年4月、オーストラリアで発売終了。2018年4月のニューヨーク国際自動車賞にて公開された。2017年1月の北米国際オートショーで、 発表したコンセプトカーベモショ2.0のデザインエッセンスをうまく取り入れたローワイドなプロポーションとなっている。グレードは S、SR、SV、SL、プラチナムを用意。高速道路上における単一車線の運転支援技術、プロパイロットがアルティマ SV、SL、プラチナムに標準装備となる。注目は 可変圧縮比テクノロジー採用の2.0リットル時価 4VC ターボエンジンの採用3.5リットルクラスのパフォーマンスと2リットルクラスの環境性能を両立するというまた全グレードに標準となるのが2.5リットル時価4ダイレクトインジェクションエンジンとなるこちらのユニットにはオードモデルも用意されている2019年からは中国市場でも販売を開始 フルモデルチェンジを機に、仙台 L33 型ティアナから解明された。なお、中国語名はティアナ時代のテンを踏襲する。2019年10月にはインパルを通して日本国内での販売を開始。ベースは北米使用者で糖化類などを国内の放棄に改良しての販売となる。北米日産会社のテネシー州スマーナ工場及び ミシシッピ州キャントン工場、ありがとうございます。